出来島さん4013、38歳、零産企業社長。零産企業。零産企業社長。お、生まれて初めて読むな。はい。はい、地方都市で小さなゲーム開発会社を経営しています。絵、音楽、動画、3D 関係などのスタッフは周りにたくさんいますが、声優さんだけは東京のスタジオへ行くか、東京から呼ばないとなりません。もともと低予算で開発しているので、開発費の4分の1くらいが交通費でぶっ飛びます。声優さんを地方に誘致できたら非常に助かるのですが、今、地方都市では手作りゲームやアニメの会社がたくさんできています。非常に熱い状態なので、需要はあると思います。人口少なめなので、知り合いに電話をかけまくれば、県の偉い人への陳情もできると思います。声優さんを地方に集めるアイディアがあれば教えてください。はい、ありがとう。モナミン、今日は問題読むのはここでいいよ。お疲れ様でした。どうしようね。もう毎日新聞読もうか。もう朝日新聞を、図書館に行って読んでみてください。モナミンお疲れお疲れというふうに書いてあります。ではですね、ニコ生で募集しろよとか、声優さん募集しろよということですね。いろんな案が今コメントで出ています。さて、地方都市で小規模なゲーム開発をしてて、で、ゲームは作れると、絵とか音楽とか動画、 3D 環境はできるんだけども、声優さんだけは東京のスタジオ行くか東京から呼ばないとダメで、で地方でやってるから開発の4分の1ぐらいが交通費で飛んじゃうと、なんか声優さんを地方に誘致できたら非常に助かるというふうに書いてあります。ではちょいと整理してみましょう。よいしょ。はい、地方でゲーム作ってて、でほぼ全てできるんだけども、声優さんだけは東京にしかいないと。その通りですよね。はい、で開発の4分の1ぐらいが、予算の4分の1がこの交通費だね。交通費で飛んじゃうと。ここが致し返して、だからといって声優さんを使わなければ売り上げ自体が立たない。どれぐらいの声優さんのおかげでどれぐらいの売り上げがあるのか分かんないんだけども、ある程度今地方として小規模なゲーム開発やってるんだったら声優さん人気に頼ってる部分も割とあると思う。だから声優さん、有名な声優さんを使わないという選択肢はおそらくない。考え方の一つとしては、声優さんなんかを使わないゲームをすると予算が4分の1助かるので、その他のゲームの面白さみたいなところに開発費が突っ込めるというふうにも考えられるんだけども、多分ね、ギリギリのバランスで地方都市でやってると、あらゆるバランスがもう怖くて手が抜けない状態だと思うんだよね。で今地方都市では手作りなゲームやアニメの会社がたくさんできていて非常に熱い状態。これ実は地方でゲームやアニメを作ること自体が盛り上がってると。ので、じゃあどうすればいいのかというと、この声優さんを地方に呼ぶというふうなことを、例えば政治家とか偉い人に陳情してなんか組織化すればいいんじゃないのかというのが、この出来島4013の今のところの考えで、なので、質問の最後のところは、声優さんをポイントつけようか。あ、ごめんね、何回もちょこちょこ動いちゃって発想が昭和的、そうだよね。声優さんを地方に集めるアイデアがあればっていうふうに考えちゃうわけだよね。こういうような考え方になってしまうわけだ。なってしまうということは、僕はこの考え方にはネガティブ、あんまり賛成してないという意味だよね。で、考え方としては、いくつかあるよね。例えばこの開発母体をもう儲かってきたんだから全て東京に移しちゃおうっていう考え方が案の1だ。
でもそうするとせっかく地方でゲームやアニメの制作現場が盛り上がってるからもったいない。次は声だけは声優さん連れてこなきゃいけない。だからこの人が言ってるように声優さんの動きを別予算で立てればいいと。例えば地方を何だろうな盛り上げるというふうなことで声優さんを呼ぶイベントを県にしょっこらしょっちゅうやってもらって、それで来た時にだけ録音するという方法もある。つまり声優さんイベントっていうのを自分たちのゲームとかと関係なく地方おこしでナレーションしてもらうとか、その地方に来たら観光ガイド、よくほら、美術館とか行ったら声の案内みたいなの貸してくれるじゃん。耳に突っ込んでどっか名跡とか史跡とか行ったら音が流れるみたいなやつね。そういうものをやる。もしくはその地方自体の FM 局を作って、そこに声優さんを呼んで週に1回ぐらいいろんな人を呼んで、その時に収録やってしまう。これで収録のコストというか交通費のコストは下げれる。これが案の2だよね。案の1は自分たちが東京に行ってしまう。案でもそれをやっちゃうと地方でゲームアニメが盛り上がっている現状が変わらない。案の2はその県の予算とかいろいろ自分たちの開発費以外の予算を使って声優さんを呼んでくるっていう考え方。これもいいはいいんだけども、所詮自分たちが思ってる声優さんではなくて、なんだろうな、その時に来てくれる人中心とかイベントで使いやすい人中心になってしまうから、実は本質的な解決にならないということで、実は本質的な開発っていうのは案の3、つまり地方でゲームやアニメを作ることは盛り上がってるんだから声優を作るしかないんだよね。地方で声優を作るしか本当は回答ないわけだよ。つまり、その地方のに声優になりたい女の子とか男の子なんかいっぱいいるはずなんだ。でもその女の子が男の子たちはどういうふうにしてるのかというと、親が許してくれてそこそこ実家が裕福な人たちっていうのは東京に行って東京の専門学校とかアニメ学校とかいろんなところに入って声優コースに行くんだけども、まず声優になりたい子の8割から9割ぐらいは、いやそんなこと親が許さないとか諦めたりしてその地方に残ってる。これが当たり前なんだよね。なのでそういうふうな子たちを集めて自分たちで小規模な声優の学校というのかな、サークル作ればいいんだよね。不可能とは言わせないよ。だってもう現に地方でプログラムとかさ、グラフィックとかさ、サンディ CG っていうのを自分たちでコツ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 作ったんだろ。でもそれに対して声だけは東京って言って、もう一昔前だったらグラフィックとかそこら辺もいわゆる東京のうまいところに発注してたわけなんだからさ、同じように声優を作ることも不可能じゃないんだ。でさっきも言ったようにこういう小規模の予算というのは全部が絶妙というか微妙なバランスでできてるんだ。だからどれか一つをやめてしまうというのはすごい怖い。なので東京から声優さんを呼んでくるのを全部やめて自分たちで声優を地方で開発しようというふうに 100% シフトするというのは現実的ではないと思う。これは将来的な目標、言っちゃえば3年以内とか5年以内に声優さんを10人ぐらい作ることっていうのを長期的な目標にして、で交通費の4予算の4分の1が交通費なんだったらさ、これを半額にすることを考えよう。予算の8分の1が声優さんを呼ぶ交通費というふうに考える。つまり今声優さんを何人も呼んでるんだったらその人数を半分にするだけでいいよ。残り半分は自分たちが育てた声優さんというふうなことで賄ってみることを考えてみよう。そうやって有名な声優さんと全然有名でない自分たちの手作りの声優さんを混ぜることによってふなっしーみたいにご当地の声優さんというのを徐々に徐々に作っていくしかないと思うね。でアニメとか漫画っていうのはものすごい才能に依存する産業なんだけども、歌や声優は才能よりは運に依存するんだ。これも正直な話。つまりなんであいつがあんなに人気があるんだっていう漫画家はあんまりいないんだけども、なんであの声優あんなに人気があるんだって声優はザラにいるじゃん。それは何かというと職種として上か下かじゃないんだよ。どれぐらいが運に依存してるのかであって、絵描きよりはまだ歌手の方が運に依存してるし、歌手よりはおそらく声優の方が運に依存してる部分が多いんだ。で 100% とは言わないけど運に依存してる職種っていくつもあるよ。実力なんだろうな、それが実力と言えるか言えないか分かんないような微妙なところってあるし、トップクラスの声優さんはめちゃくちゃうまいんだけども、トップじゃない声優さんになってくるとだん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 この人実力なのか親のコネなのか運なのか分かんない時ってよくあるじゃん。でそのレベルの人たちだったらわざわざ東京から呼ぶ必要ないと思うんだよね。なので
俺のおすすめは選択肢3として、その地方の声優を作るだよね。それをいっぺんに転換するとビジネス上危なくなるから、その今持ってる何とかのバランスが崩れちゃうから、予算の4分の1が交通費なんだったら、それの予算を仮に400万としようか。ゲーム作るの予算そんな少ないことないと思うよ。で100万が交通費に消えちゃうんだったら、その50万にするべき。交通費を50万にして残り50万かければ、声優さんの卵みたいなものっておそらく100人ぐらい養成できるはずなんだ。そのほとんどが無料で出演してくれるだろうし、将来成功した時にはペイバックみたいな形で、もしくは株主みたいな形でのギャラっていう支払い交渉にも応じてくれると思う。もう自分のところの地方にいるさ、小学生中学生高校生ぐらいの子を徐々に徐々に声優にして、で自分たちのゲーム作る時はみんながわーっと寄ってきて、ゲーム作れるような環境にした方がいいと思うよ。でもしそのゲームがあまり子どもたちに勧められないアダルトゲームであるのならば、この可能性もあるよね。だったらば声優になろうとした東京に行ったんだけども、帰ってきちゃった人たちでもね、かなりいると思うんだ。つまりそういう声優になりたかった人たちっていうののリカバーの現場としてやってもいいと思うんだ。だってJ-POP とかさ、歌の業界でも何でもメジャーデビューしようとした芸人さんの層でもそうだね。若い頃にみんなヒットしようとして、でも10年20年経ってまたいきなりブーム来て、運よくヒットして、でメジャーのステージに立てましたっていうアーティストとかさ、芸人さんっていくらでもいるじゃん。で声優さんもさ、そういう受け皿っていうのがあってもいいし、その受け皿っていうのはこういう地方のゲームとかアニメっていうふうなところが現場としてありだと思うんだけども、そういうふうに考えて、とりあえず今の東京から全部声優を呼ぶ。で呼ぶためにお金かかるから、何か偉い人に交渉して補助金出してもらってっていう、その考え方は俺はどんどん悪い方向に行ってると思うな。それよりは予算の半分ぐらいを自分たち自身のゆるキャラを開発するように、自分たちの声優っていうのを開発した方がいいと。でそれは現にその地方局のラジオにもいるかも分かんないし、その自分たちの地方の大学の放送学科にもいるかも分かんないし、とりあえずさ、張り紙出すなりネットで公募するなりしてみたら、それからだと思うよ。いきなりなんだろうな、なんとかして声優さんを作ろうと考えるよりはそっちの方が早いと思います。